はい、こんにちは、トリーです。はい、皆さん海外旅行行ってますか？はい、ということでね、もう皆さんご承知かと思うんですけど、インドネシアバリ島の方、渡航の際の事前 PCR 検査、これ不要になりました。また渡航してからちゃんとワクチンを2回以上接種している方は、隔離もございません。もう昔と同じようにそのままスッとバリに来ることができます。でビザの方もね、空港で VOA ってビザ、これがね、50万ルピア、日本円で4400円ぐらいかな。はい、これ払えばね、入れますのでね、ぜひ皆さんね、バリ島の方おいでくださいということなんですが、今日がね、もう5月の26日ということでね、ゴールデンウィーク過ぎちゃったんですけど、この次の夏休みですね、ぜひお盆休みの時にはバリ島の方、日本からたくさんの観光客来ていただいたらいいなと思っているんです。で、今回はバリ島初めて、あるいはウブド来たことないよって人のために、このウブド在住のね、私がね、このウブドの見どころって言いますかね、観光ポイントをいろいろ紹介していこうかなと思います。ただね、ウブド観光って言いますと結構広いエリアを指す方がいるんですよ。ずっと金玉に高原の方とかね、あとずっと、手柄欄とか、小上げ茶とかで、そういうところはね、もう車ないといけないんですね。で、今回ご紹介するのは、ウブドセントラル、ウブド中心部って言われてる、要は歩いて回れるエリアですね。だいたいウブド王宮とか、そういうところをご紹介したいと思います。はい、ということでね、まず最初スタート地点なんですけど、こちらはウブドの南側のプンゴセカンってところにありますプラマシャトルバスのターミナルです。で、このプラマシャトルバスのターミナルね、今ね、ちょっとね、本数が少ないちょっと寂しい状態なんですけど、クタやサヌールエリアから非常に安いシャトルバスが出てるんですね。その終点になります。ですのでね、クタ、スミニャック、あるいはサヌールに泊まってシャトルバスでウブドに日帰りに遊びに来たいなって方、意外とね、このプラマシャトルバス使われるかもしれませんので、ここを起点とさせていただきます。では早速行ってみましょう。で、プラマシャトルバスのターミナル、ちょっとね、ぐるっと回るとね、ここにサークル系があります。コンビニ、まず最初ここ行きましょう。っていうのは歩いて回るんでね、今日はちょっとこう曇り空で非常に涼しいんですけど、晴れたりして暑いとどうしても喉乾いたり、ね、脱水症状になる可能性あるんです。ですね、まず最初このサークル系でお水を買っといてください。本当にね、こまめにお水取るのがね、非常に大切だと思います。はい、ではこのプンゴセカン通り、プラマシャトルバスターミナル右手に向かって、北に向かって歩いていきます。はい、プラマシャトルバスターミナルから本当歩いて1分ぐらいで、こちらヨガバーンの入り口になります。ヨガバーンっていうとね、もう非常に有名なヨガのスタジオです。結構ね、ヨガバーンでヨガやってみたいっていう方もいらっしゃると思います。本当にいろんなクラスがありますんでね、もうヨガしにウブド来たんだって方は、ぜひ一度このヨガバーン寄られてみてはどうでしょうか。で、ヨガバーンは、はい、この細い道をね、ずっと歩いていきます。はい、もう外人さんなんかもね、結構訪れてるとこです。はい、そしてそのヨガバーンの入り口の向かい側にあります、こちらサンドイッチバー。え、もうお昼なのってことかもしれないですけどね、まあ時間帯によってはね、バス降りてすぐお腹空いた、ちょっと食べたいなっていう方、ここね、昨年で行きましたね、サンドイッチがメインのカフェです。結構ね、いい感じのカフェですんでね、そんなお値段も高くないんで、もし到着してとりあえず何か食べたいという方、こちらなんかおすすめじゃないかなと思います。はい、いやいや、もっとがっつり食べたいんだって方はこちらなんかいいかと思います。こちらがですね、アラヤホテルというホテルのレストラン、プタニってレストランです。プタニってね、お百姓さんって意味なんですけどね。はい、こちらもね、結構奥の方にずっと田んぼが見えてナイスビュー、それとですね、意外とリーズナブルなセットランチとかが食べられるんで、結構ここおすすめです。はい、そしてその隣はね、ピソンというレストラン、ここもね、めちゃくちゃ人気なんですよ。ただちょっとね、高級かな、全部ね、お部屋の中でクーラー効いてるところなんでね、ちょっと高級になります。で、その向かい側にありますのが音カフェという、こちらもカフェになります。はい、ここもね、結構いい感じでね、非常にお客さんが多いんです。とにかくこのね、プンゴセカンってエリア、すごくレストランカフェが多いんで、到着してすぐ何か食べたい、ちょっと飲みたい、休憩したいって方はね、こういうところ使われたらいいんじゃないかなと思います。本当にいろんなお店あります。はい、そしてそのピソンレストランのすぐ隣が
ココスーパーマーケット、こちらがねローカルスーパーマーケットなんですけど、ちょっとしたお菓子とかパンとか、あとはちょっとしたお土産物屋さん もあります。まだねちょっとお土産早いんですけどね、また帰りこっち寄りますんで、ここは帰り最後に見ていったらいいんじゃないかなと思います。そしてこの三叉路、この通りがハヌマン通り、そして右から来る通りがモンキーフォレスト通り、この三叉路にこのモンキーフォレストっていう、こう大きなモニュメントあります。ここ結構ねランドマークポイントです。ではこれからねモンキーフォレスト通りを歩いていこうと思います。はい、そしてねモンキーフォレスト通り入ってすぐ、はい、こういう可愛いベスパに乗ったお猿さんの石像があるところ、こちらがね歌見シルバーっていうシルバー屋さんです。でバリ島でシルバーって言ったらガムランボールがめちゃくちゃ有名なんですけど、はい、ウブドでねガムランボール買うべきお店、まずここが歌見シルバーで、この後ねあの紹介します、この後で出てきますけどアスタリスク、この2店舗なんかで、ね、私おすすめです。こちらの歌見シルバーね、ガムランボール以外にもいろんなシルバー製品が扱ってますんでね、シルバー興味ある方はぜひ覗いてみてください。それとねこちらにもこういう新しい、レストランとかができております。はい、そしてねバリ島といえばもうスパマッサージ、ウブドにもねたくさんスパマッサージがあります。特にウブドのこの街の中っていうのはねすごくリーズナブルなマッサージ店が多いです。例えばこちらベネツィアスパ、はい、こちら非常に安いです。そしてその向かいにあるのがスリーポイントスパ、こうやってね俗に言う街スパ、街マッサージ屋さんがたくさんあるので、あの気に入ったお店とか見つけたらねぜひあの途中休憩しながらフットマッサージとか楽しんでいただきたいなと思います。はい、そしてこちらがねトロピカルビューカフェ、もうねウブドリピザさんもものすごいよくご存知なんですけど、カフェなんですがね、カフェレストラン、このから見る田んぼの景色もすごい綺麗だということでね評判なんですね。はい、こちらもお食事とかねちょっと喉乾いた休憩とかいいんじゃないかなと思います。そしてこのトロピカルビューカフェを過ぎますとすぐにございます、こちらがモンキーフォレストでございます。はい、モンキーフォレスト、ここからねちょっと中の方に入っていきます。はい、ということでねこちらがモンキーフォレストの入り口になります。今チケットの料金聞いてきましたら、外国人大人が8万ルピア、子供が6万ルピアということです。はい、でここでチケット払って奥の方にずっと入ってきます。でねこのモンキーフォレストの中に関しましては以前別の動画で紹介してますのでね、どうぞそちらの方を、ご覧ください。はい、そしてこちらですねモンキーフォレストの旧の入り口、昔の正面玄関になってます。今は使われていません。あの地元の方が何かこの中の施設を使ってお祭りごとするときに使うぐらいでね、観光客はここから出入りすることはできないので注意してください。はい、こちらがモンキーフォレストの西門になります。あのここはね昔から使われてるものなんですけど、ね、結構小さいんです。この西門の前からねずっと北に伸びるモンキーフォレスト通り、ここまっすぐ行くと武道宮になります。でねまだねちょっとやっぱコロナ後っていうことでね、あのクローズしてるお店もあるんですけど、だいぶお土産屋さんも開いてきましたので、ちょっとその中でね何点か気になるお店を紹介していきたいと思います。はい、モンキーフォレストから急な坂を登り切ったところにあるこちらが歌間スパイスというお店です。こちらね、ナチュラルスキンケアの商品を扱っているお店で非常に有名です。あの以前食べて祈って恋をして、はい、この撮影の時にジュリアン・ロバーツが来まして大人買いをしたということでね非常に、一躍有名になったお店です。いろんなスキンケア商品の他にもですね香り系ですね、はい、香水とかも売ってますので、気になる方はぜひ行ってみてください。はい、そしてこちらねウルワツというお店です。あのバリ島内にもね何店も支店があるお店で、主にあのレースを使ったね、ファッション、が得意というブティックになります。なんかこんなねかわいいいろいろファッションアクセサリーのお店もね点在してますんで、ガイドブックにもね載ってないようなこういう小さなお気に入りの店見つけたらぜひ入ってみてください。はい、そしてここがねアシタバというお店です。あのバリーのね有名な民芸品のアタアタというね細いツル、植物のツルを編んで作った、アタバッグとかねそういう籐のカゴとか、これがすごい有名なお店です。結構お土産として買っていかれる方もたくさんいらっしゃいます。
なんかね、こんな可愛らしい T シャツ売ってるお店もあります。本当にね、あのいろいろ楽しいものたくさんありますんでね、ブラブラ歩きながら気に入ったらぜひ見ていってもらいたいと思います。はい、ここまで歩いてきて疲れた、喉乾いちゃったって方、スターバックスあります。あのオブドにね2店舗あるんですけど、そのうちの1店舗です。結構ねモンキーホリス通りの真ん中にあるんで、モンキーホリス見てここまで歩いて、じゃあちょっとスタバでお茶でもして休憩しようかなんて方いらっしゃると思います。はい、スターバックスを通り過ぎたところにあるのがカフェアヤン、ベーカリーというね、あのもうウブドでは老舗中の老舗のレストランカフェです。カフェアヤンベーカリーって名前の通り、お店の前にはねパンとかケーキが飾ってあります。でこちらですね、主にインドネシア料理です。ナシチャンプルとかミーゴレン、ナシゴレン、はい、非常に美味しいお店です。でもしこちらの店に入られる場合はね、手前側の席ではなくてずっと奥の方に行くとお庭がねありますんで、その中のね席なんかがすごい、感じも良くていいんじゃないかなと思います。はい、そしてねロブドに来たら絶対立ち寄ってもらいたいのがこちら、先生社。はい、こちらもね主に石鹸とか、あと、スキンケア関係の品物をたくさん売ってるお店です。この先生社もね、ウブドはじめ蓋とかにもお店あるんですけどね、まあウブドが発祥って言っちゃっていいのかな、スタートっていうのかな、はい、ぜひこちらも寄ってみてください。はい、そしてこちらがですね、バンジャールウブドクロットの集会場、バレバンジャールって言います。お寺しかないんですね、こちらのね。バンジャールってまあ町内会みたいなもんなんですけど、そのウブドクロットっていう町内会のこういう集会所になります。はい、でこちらでですね、基本的に夜、踊りのレゴンダンスとかのね、公演が行われるんですけど、今ちょっとやっぱコロナ明けということでね、まだ定期公演はやってないようです。はい、ただねもう夏頃になったらまたやりだすと思うんでね、ぜひ踊りなんか見たい人こちら覚えておくといいと思います。結構ね扉とか周りの装飾とかが本当ウブドっぽいんで、はい、こんなねのもありますんでね、あの記念写真撮るだけでもいいんじゃないかなと思います。はい、そして先ほどのですねバレーバンジャールウブドクロットの隣がこういう広い運動場になってます、運動公園。僕らサッカー場とかね、あとラパンガン、インドネシア語でねこういう広場のことラパンガンって言うんですけど、はい、とも呼んでます。まあ旅行者の方はねサッカー場ってよく言いますね。こんなお猿の銅像もあります。でこのサッカー場とのね交差点から東にずっと伸びる道がデビスタ通りという通りです。こちらの通りもね、あのいろんなカフェとかレストラン、ブティックとかいろいろ揃ってます。またねこの後もう一度ご紹介します。はい、覚えておいてください。はい、そしてこの運動場の向かいがねウブド第一小学校になります。小学校のことを SD って言うんですけどね、 SD ウブドサトゥというやつですね。はい、今は授業中かな、誰も出てきてない感じですね。はい、そしてこちらがねイブライっていう、これもまた有名なレストランです。はい、こちらでもねインドネシア料理とかね、あとは西洋料理も楽しむことができます。今昼間なんでねそんなにお客さんいないかな。そして先ほどの運動場から来た、モンキーホリス通り、かなりお店がもうオープンしてますね。お土産屋さん、あるいは、こういうブティック、アクセサリーショップ、カフェとかたくさんありますんでね、はい、ここなんか結構ね華やかで楽しいエリアになると思います。はい、そしてねこんな、なんて言ってるのかな、いろんな彫刻とかね、仏像を扱って盗まれます。すごいなこれ、ドラゴン。はい、こんなねお店もありますんでね、なんかこういうの興味ある方はぜひ覗いてみてください。はい、ここもこんな石像とかね、いろいろ木彫りの人形とか、なんかすごいお土産が並んでます。バリらしいお面が、はい、ありますよね。こういうのも結構面白い。あ、こっちもいろんなマスク、お面が飾ってあります。あ、面白いかもしれない。はい、そしてウブドに来たらジェラート、アイスクリームです。あのウブド、こういうジェラート屋さんがたくさんあるんですけど、その中でも有名なのがこのジェラートシークレット、いろんなフレーバーがあります。はい、本当にここでねちょっとコーンで買って食べ歩きっていうのも楽しいと思います。はい、このお店は絵画とかいろんな、民芸品、あとアタ関係のバッグとかもありますね。もう扱ってるお店らしいです。
はい、こちらにアタバック可愛らしいのがたくさん並んでます。あと絵がねたくさん展示されてます。そんな高いことないんでね、ちょっとあのバリ旅行の思い出に、家に飾る絵とかね、こういうところで探したら結構いいのが見つかるかもしれないです。はい、そしてボンキーフォレスト通りの一番北の端通りになります。こちらがね、正面がウブド王宮、有名なプリサレンウブドになります。でその正面がねウブド市場なんですけど、ご覧の通りただいま全面改装中で完全さら地になっています。あと1年ぐらいかかるそうなんでね、来年の4月5月ぐらいには完成するのかなと思います。そしてその向かい、こちらがツーリストインフォメーションになってます。ただね、今このね市場の角にあった警察署交番も壊されちゃったんで、交番は今こちらに移ってきてます。だから何かあった時にはね、警察こちらにいますのでおいでください。はい、ということでね、ここがウブドの中心部、ウブド王宮のところですけど、ウブド王宮入る前にちょっと別なところを一箇所寄りたいと思います。はい、こちらウブドの、ね、王宮より、ね、西にありますサラスワッティ寺院でいいと思うんですけどね、僕らもあんまり呼ばないんで。はい、でこちらね、この前がずっとハスの池なんですよ。ハスの花がね一斉に咲く頃になると素晴らしい、景色になります。でここのね、サラスワという寺院の横にはね、こちらカフェロータスっていう喫茶店ございます。カフェがございます。こちらね座りながらこういうロータスを見られると。でさらにその反対側にはね、はい、こちらですね、スターバックス。ここがね、ウブドで最初にできたスターバックス。ウブドにスターバックス2店舗あるよって言うんですけどね、そのうちの1店舗になります。こちらもね、奥の席からね、ずっと蓮池を見ながらコーヒーが楽しめるということで、非常に人気のスターバックスとなっております。はい、そしてね、そのサラスワティ寺院の横からずっと北に登っていくのがジャラン・カジェン、カジェン通りという通りです。で実はこの通りね、ずっと上がっていくとすごい田んぼ、ライスフィールドが広がってるんですね。そういうことで、極楽の散歩道とかね、そういうトレッキングルートとしても有名です。だいたい一周2時間ぐらいかかるかな。はい、途中ねちょっとね細くて怖い道もありますんで、その通りね今こうやってお土産屋さんがずらっと並んでます。本来はウブド市場の中に入った人たちなんですけど、ウブド市場改装中ってことでね、こちらなんかにお店広げてます。はい、ということでね、こちらは先ほどのサラスワティ寺院の隣にありますプラデサウブド、ウブド村のお寺になります。はい、ただこういうねバリのお寺って普段はこうやって閉まってるんです。誰も入ることできないんです。それでお寺の縁日、お祭りの日だけオープンして、皆さんがちゃんと清掃をしてお参りに来るというところになってます。はい、ということでね、ウブド王宮まで戻ってきました。じゃあこれからちょっとねウブド王宮の方入ってみます。よいしょ。あ、はい、こちらウブド王宮になります。もともとねこのウブドを治めていたスカワティ家チョコルダさんっていうね方の宮廷になります。で今はねもうさすがにそういう王族制度っていうのは廃止になったんですけど、こういう宮殿の跡とかでね、一部を公開してます。こちら無料になりますんでね、勝手に中入って、中の方ずっと見られます。でこの場所なんですけど、夜になりますと今、民族舞踊、トラディショナルダンスのね公演もやってます。そちらは有料になります。ダンス公演は有料なんですけどね、昼間こうやって中入るだけでしたら無料になります。はい、ここなんかねかなりの撮影スポットになります。ここからね奥の方も入れるんですけど、ちょっと時間かかるんで今回は、さらっと紹介だけしておきます。はい、そしてそのウブド王宮の西隣、道路挟んで反対側にありますが、こちらが有名なイブオガバビグリーンの店です。バビグリーンっていうのはね豚の丸焼き料理、もう本当バリ島を代表する料理で、バリの人みんな大好きなんですね。はい、こちらもね綺麗なレストランですんで、旅行者の方も全然問題なく入れると思います。でこちらがもしいっぱいでしたら、別のイブオカ3というお店がねここから 100m ぐらい北に行ったところにもあります。本当ウブド来たらね1回はこのバビグリーン食べていただきたいと思います。はい、ということでねウブド市場に来ました。で先ほどご紹介した通り建て替え工事中で今ガランとして、ガランっていうかねもう何もない状態です。
で、この中に入ってたあのお土産屋さんは、ここから案内するカルナ通りとか、先ほどちょっと見ていただいたようにね、いろんなところに点在しています。じゃあ、これからちょっとカルナ通りに入ってみましょう。はい、ということでね、こちらカルナ通りです。お土産屋さんがすごい。はい、あ、ジェラートも売ってます。はい、こんな感じなんですね。で、こちらのカルナ通りは以前別動画でまた詳しく紹介してますので、興味のある方はぜひそちらをご覧ください。今回はね、この通りをそっと簡単に通り抜けたいと思います。はい、ということでカルナ通りを抜けてきました。あの、先日取材した時よりもね、だいぶお店もね、開いてます。ほとんど開いてんじゃないかな。ですのでね、あの、まだ観光客は少ないんですけど、あの、ぜひここ来られてね、ぶらぶら歩きながらお土産屋さんを見て、回るのも面白いと思います。ということでね、カルナ通りまっすぐ南下しますと、こちらがデビスタ通りになります。はい、先ほど説明した運動場がすぐそこになります。じゃあ今度はデビスタ通り、ちょっといろいろ歩いてみようと思います。はい、デビスタ通りといえばね、こちら KOU と書いて KOU と言います。こちらを外すわけにはいきません。はい、あの、石鹸屋さんなんです。非常にね、香りがよくって、お肌にもいい、ナチュラルソープ売ってるお店なんですけど、ただ今、あの、お客さんが少ないということで、こちらの方はクローズして、モンキーフォレスト通りの別のお店の方で今営業しています。またね、夏になったらお客さん増えますんでね、こちらもオープンするんじゃないかなと思います。で、こちらのね、ところにこうやってお土産屋さんもたくさんあるんですけど、それ以外にもこうやってレストランとかカフェもずらっと並んでる通りになります。はい、こちらのデビスタ通りでね、何かご飯食べたいなと思ったら、ぜひ、おすすめしたいのはこちら、チッタオベストという、あの、イタリアンのワルンです。でね、こちらね、日本人の方経営されてるので、すごい日本人のうちにあったピザとか、あとはパスタ、こういうのも出してくれます。お値段も非常にリーズナブルなんでね、ちょっとこちらブラブラしてお昼でもって言ったら、ぜひこちらチッタオベスト、行かれてみてはどうでしょうか。ということで、デビスタ通りを歩いてきますと、ここにゴールデンモンキーという、これチャイニーズのお店です。で、ここの角の交差点、ここがゴータマ通りになります。はい、実はね、ゴータマスラタン通りっていう通りもあって、こちらもね、いろいろ面白いお店あるんですけど、今回ちょっとね、ゴータマスラタンはパスして、このゴータマ通りの方を紹介したいと思います。このゴータマ通りね、こうやって石畳で、あまり大きな車が入ってきませんのでね、あの、非常に、散歩しやすいと思います。はい、そしてゴータマ通りでお昼食べるんでしたら、こちらビアビア、こちらを、超おすすめします。こちらのお店もね、日本人の方が経営されてるんですけど、主に、バリ料理、バリ島に昔から伝わる料理をすごい食べやすくアレンジして出してくれます。私のね、一押しは、ナシゴレンアヤムサンバルマタというやつがね、めちゃくちゃ美味しいです。あ、ぜひこちらお試しください。はい、ゴータマ通りにもウタマスパイスの支店がありますので、先ほどのモンキーフォレスト通り、ちょっとあっち行かないなって方ね、こちらで、あの、探してみるのもいいかと思います。で、ゴータマ通りね、こうやって安いワルンとか、カフェがすごい多いので、雰囲気はすごいです。はい、こちらにありますワルンサイアム、こちらタイ料理のお店でね、本当にタイ料理がリーズナブルに食べられるというお店です。ですのでね、今昼間なんですけど、どちらかというと夕方からの方が混み合うような通りになります。はい、最初の頃にお話しましたガムランボールの有名なお店アスタリスクさんなんですけど、ゴータマ通りの方に、ね、移転してきてます。で、ね、今来たんですけど、あの、1時から今まだ12時でね、まだオープンしてないんですけど、あの、アスタリスクでガムランボール見たいという方、ゴータマ通り、に移動してますので、こちらの方においでください。あ、ここね、ウブドローというね、ローチョコレートのお店です。はい、こんな感じで、このまままっすぐ行くとね、先ほどの王宮前のラヤウブド通りにぶつかります。はい、ゴータマ通りをまっすぐに北に向かって、ジャランラヤウブドにぶつかりました。はい、でね、ゴータマ通りはね、こういう大きな石像ありますんでね、ラヤウブド通りから来てもすぐ分かると思います。で、こっちをね、行くと、先ほど紹介した王宮とか、ウブド市場がある方になります。
あ、ここにもジェラートシークレットがありましたね。ではこの通りを西に向かってちょっと歩いていきます。ジャランラヤウブドを歩いていきますと、アノマリコーヒーっていうコーヒー屋さん、これね、インドネシアのスターバックスと呼ばれてるね、本格的なコーヒーとかラテが飲めるお店です。あのスターバックスほど高くないです。もうちょっとリーズナブルでね、結構室外とかね、あと2階にも席がありますので、こちらでのんびりされてる方も多いかと思います。はい、そしてアノマリコーヒーを過ぎてすぐのところ、こちらの通りがジャランハヌマン、ハヌマン通りになります。はい、ではこの通りを今度は南下してみます。このね、ハヌマン通りも結構観光客の多い通りなんですけど、特徴としてね、お店が大体小さいお店が多いんです。ほんと趣味のお店とか、ほんと地元の人がやってるようなお店ですのでね、ちょっとモンキーフォレスト通りとは雰囲気が違うかもしれませんけど、意外とね、面白い掘り出し物が見つかることもあります。はい、ということでこちらがね、ニルマラ T シャツという T シャツ屋さんです。結構ね、昔から結構ある T シャツ屋さんで、定番デザインのやつもたくさんあります。はい、こちらがブラックビーチというイタリアンのレストランです。ここも結構古いなんで、ここね、3階建てなんですよ。で、一番上の階に行くと結構ウブドの街が綺麗に見渡せるんでね、はい、ナイスビュー見ながらイタリアンってこともできるんですね。はい、そしてここがですね、先ほどちょっと紹介しましたデビスタ通りになります。はい、ここ歩いていくとね、先ほどのゴータマ通りの入り口に、着くことができます。ちょっとね、こちらで何店舗か紹介させていただきます。あれ今やってないのかな、レインボースプリットっていうね、これパワーストーンのお店なんですけどね、あれお休みしちゃってるみたいですね。あとこちらブルーストーンというお店、こちらもね、石鹸とかスキンケアとか香り物を売ってます。こちらもね、結構有名なお店なんでね、そういうのを興味ある方ぜひ訪れてみてください。はい、こちらがね、キュライブっていうね、セレクトショップになります。オーナーさんインドネシアの方なんですけど、若い子で、その子がね、いろいろ気に入ったものとかを集めてショップで販売してる。なかなかね、本当センスのいい可愛い商品が揃ってるので、気になる方ぜひおいでください。はい、そしてこちらがボディーワークスセンターという、まあバリの中で一番有名なマッサージ屋さんじゃないかなっていうのはね、ここのね、大ボスアルサマさんって方がもうゴッドハンドですごい有名で、はい、もうどんな、ね、悪いところもバチバチ直すっていうような、そんな感じのスパなんですけどね、まあ、アルサマさんのトリートメントはちょっと予約が大変なんですけど、お弟子さんたちの、ね、マッサージも受けられますんで、はい、どっちかというとこうなんていうんですか、癒しマッサージじゃなくて治療系マッサージになるんで、肩が痛い、腰が痛いって方はぜひ一度訪ねてみてください。はい、ハヌマン通りを歩いていくとね、こういったね、ゴータマ、先ほどちょっと紹介しましたゴータマスラタン通りの入り口があります。ちょっとここもね、歩いてみましょう。はい、ここはね、タックスっていうとこなんですけど、スパとかレストラン、それからね、ヨガスタジオとかが揃ってる施設になります。はい、結構ここにヨガから通われる方も多いようですよ。はい、そしてタックスの斜め向かいにあるのがカズミラーメン、日本のラーメン屋さんです。はい、結構本格的なラーメンで美味しいと評判です。ラーメンとね、餃子が、自慢のお店です。はい、ここも以前紹介したことあるんですけど、ボレーピジャットサロンって言いましてね、ハーブサウナ、ハーブをすごい含んだ水蒸気のサウナがあるお店で、その後マッサージなんかも受けられます。はい、でこちらがですね、ハヌマン通りのカフェという、カフェです。はい、結構有名なカフェで、白人さんたちがね、昔からよく集まるような場所になってます。けどナチュラル系フードが結構多いそうですね。でこちらがハヌマン通りの真ん中ぐらいにありますプラデサパダンテガル、ウブドっていうんですけど、ここはね、パダンテガルっていうね、エリアになるんですね。このパダンテガル村のお寺、メインのお寺になります。で先ほども説明した通り、バリのお寺っていうのは普段は閉まってまして、入ることができませんのでね、こうやって外から眺めていただくって形になります。
ただね、門のところまでは行けますので、あの門をバックに記念写真撮られる観光客の方は多いですよね。はい、ということで最初スタートしましたね。あのモンキーフォレスト通りとハヌマン通りの三差路に戻ってきました。でこの前がね、ココスーパーマーケットっていう大きなスーパーマーケットになります。お土産屋さんもねちょっと入ってます。他にもですね、飲み物とか食料品も売ってますんでね、何かちょっとしたお菓子を買いたいとかね、そういう時にはここ使ったらいいんじゃないかなと思います。ではこのままもうちょっと南に向かって、最初ご案内しましたプラマシャトルバスのバス停の方に向かっていきたいと思います。はい、ということでね、最初スタートしましたプラマシャトルバスのバス停まで帰ってきたんですけど、まだバスの時間早いな、ちょっと時間があるなって時はこちらのね、カキアンベーカリー寄られてみてはどうでしょうか。こちらもね、日本人の方がやられてます。ですので日本風のパンとかケーキがいただけます。でこちら2階席もありますんでね、ちょっとここで冷たいものとケーキ飲みながら、疲れを癒してバスを待つなんていいんじゃないかなと思います。はい、ということでね、朝スタートしましたプラマシャトルバスのターミナルの方に戻ってきました。今回ね、ぐるっとここから、ウブドセントラルを徒歩で一回りしまして、だいたい2時間ぐらいかかりました。ただね、ほとんどお店にも入らずに飛ばしてましたんでね、ゆっくりとモンキーフォレストを楽しむとか、お店でねショッピングする、あるいはねちょっとレストランとかね、カフェなんか入ったらどうでしょう、5時間から6時間ぐらいかかるんじゃないかなと思います。ですのでね、まあ、朝クタとかスミニャックを出発して、10時頃にウブド着いてぐるっと一回りして、夕方ここからまたバスで帰ると、これでね1日ウブド観光が楽しめるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上とさせていただきます。この動画が面白かった、役に立ってということでしたら、グッドボタン、高評価、それとチャンネル登録をお願いいたします。Twitter、Facebook、SNS で最新情報をアップしております。こちらのフォローもお待ちしております。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。